ははいこんにちは真田明です2019年、令和元年ですね、9月11日でって43歳になりました。まずはアフリカからですで。この1年間はですね僕の人生にとって大きな意味のある1年でした。なんでかというと、まあ、僕の夢や希望だったものの1つが、ですね達成できる目標へと変わった記念年だったからですね、夢や希望から変わりたてほやほやの目標、それはですね次世代の日本を担う真のリーダー100人を輩出することですね。 で僕の言う真のリーダーとはどういう人のことでしょうかどっかの誰かから任命されたサラリーマンの会社組織でいう、えー、役職係長的なリーダーの類のことではないんですね自分について来てくれる方々の夢や希望を現実に達成できる目標へと変えさせる力のある方のことを真のリーダーとして定義づけているわけですねで今、日本だと仕事したくない恋愛したくない子供教育したくない趣味もしたくない スマホだけやってゴロゴロだけしていたいそんなやる気のない方々で溢れかえっているようですねなんで日本人からやる気がなくなってしまったのかと昭和時代の日本人はやる気に満ち溢れていたってイメージがありますよね世界時価総額ランキングベスト50のほとんどを占めるほど経済大国にもなっていたし世界各国に JCB カードが使えるお店を広げるともにですねものすごい勢いを持っていた時代もあったはずですよね 世界各国でもよくも悪くもさすが日本人という形で驚かれたり尊敬されたりアジア各国の新興諸国もですね日本を見ろ日本に続け日本をモデルケースとして、えー、励んでいたほどですよねけれども今の日本はどうでしょうか少子高齢化老後の心配子供の引きこもり流れてくるニュースはやる気のかけらも感じられない消極的なものばかりです世界調査を手掛けるアメリカのギャラップ社がですね 世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント調査これは仕事への熱意度に基づくとですね熱意あふれる社員の割合が米国の32%に対して日本企業はわずか6%ですつまり会社組織の中にですねやる気のない社員が94%もいることになるんですね日本は働く人就労人口ですね6720万人の約87%がサラリーマンで サラリーマン大国とも言えますよね、その87%の94%がやる気ない、世界水準的に見日本の社会人の81%以上が、えー、やる気のない可能性が大だと、そういうふうに関在することも、えー、できてしまうんですねで、話は少し脱線するんですけど、女性の婚活問題、まあ、今、問題になってますけれども、えー、合コンしてもパーティーに行っても、お見合いしても、当然、ネットでも結婚したいと思える男性に全く出会えないと。 やる気ない男しかいないでやる気ない男とは結婚なんかしたくない、まあ、これは当然の現象とも数値化すると分析できるわけですね社会人男性の80%以上がやる気ないですからねこれはねやる気ある男性ほど結婚が超早いでしょうし結果としてやる気ある男性など社会に出てからはほぼ残っていないっていう計算になりますよね、えー、やる気のない人たちであふれかえる日本ありとあらゆる問題がここに集約されてしまってるっていううに思うんですね で話がこの企業調査に戻りますサラリーマンの94%やる気なしの原因として学者たちの研究によると、えー、日本企業の文化風習組織の問題就業時間の問題過剰規制の問題たくさん挙げられてるんですけれども僕個人的にはそのどれもがですね枝葉の問題だと思うんですねで僕の父のような、えー、昭和時代の企業選手たちが活躍した頃の会社組織はですね休日出勤、えー、有給消化ゼロ アフター5の飲みにゴルフ接待、パワハラ、セクハラ、当たり前、もっともっとひどく壮絶な労働環境下でも皆さん、やる気に満ち溢れていたんですから、まあ、労働環境が原因ではないと思うんですね、やる気ない問題の本質は、この人についていきたいと思えるリーダーが圧倒的に少ないんだと思うんです、で将来、私もあの人のようになりたいと、なってみせると、あの人なら、えー、私に成功をもたらしてくれる。 だから私はあの人の背中に続く周囲にですねそう思わせられる真のリーダーの存在が重要だと思うんですねなんでかというと人は誰しもですね自分でも成功が再現できるそういうのを知った時見えた時やる気はおのずと生じるわけなんですね高度成長期昭和の時代の日本にはやる気の満ち溢れたリーダーで溢れ返っていたっていうふうに聞くんですけれどもけれども同時にですねそのリーダーたちの大多数はバブル崩壊昭和の終焉とともにですね どこかに消えてしまったことになりますリーダーはどこへ消えてしまったのかこの現象を分析すると昭和リーダーたちの成功の質というところにたどり着きますクリティカルに見ると高度成長期時代のリーダーたちの成功の質の大多数はですね戦後の復興からの時代背景も手伝った偶然の成功によるものがあまりにも大きすぎたと思うんですねその証拠にバブル崩壊後の下降トレンド以降の日本ではですね かつて通用していた昭和リーダーたちの成功法則の大多数は全く通用しないものになってしまったんですね僕も玩具メーカーに12年勤務してましたけど正社員のサラリーマンだったことがあるんですけどねメーカーを風上としてですね流通を風下としてメーカー側の需要予測と連動した昭和時代のマスマーケティング手法が、まあ、すでに過去のものになっていると。使えないものになっていったっていうことが、まあ、リアルに体感しました昭和リーダーの成功法則をですね 現場業務に落としてみた時、えー、人間関係法則とかですね引き続き使えるものもあったんですけれども基本的には考え方の多くは使えないものばかりでしたつまり高度成長期に活躍してこられた昭和リーダーの話を聞いてもですね今の僕たちでは成功の再現ができないとかつての昭和リーダーたちの成功の質っていうのはですね偶然の成功による部分があまりにも大きすぎたんだと思うんですね偶然の成功によるものをその場合わせ的に仕組み化していた まあそういう昭和リーダーたちはですねトレンドが変わって通用しなくなった途端にリーダーとしての効力を失ってしまったわけなんですね当然ですよね完全なる成功法則を持たないリーダーの言う通りに考えて行動していたらたまたまの偶然の成功そういうのをする人たちは出てくるかもしれないんですけども失敗する人たちっていうのが続出してしまうわけなんですね継続,してる継続してるほどリーダーの言う通りにして失敗が続くとですねそのリーダーの言うことは 誰も聞かなくなくりませんリーダーのリーダーたる効力が失われてしまうわけなんですねリーダーを失った方々は引き続き仕事は仕事としてね続けないと生活できないんで一応組織管理上のリーダーの下にやつくことにはなるかもしれないんですけれどもその状態では抱けたとしても淡い夢や希望どまりでやる気とともに達成に向けて邁進できる明確な目標を持つことっていうのはできないと思うんですねそうすると 夢や希望望望は失にに変わって絶望に陥るしかありません。じゃあ平成の時代はどうなのかバブル経済崩壊後の平成の時代ですねリーダーって言われる人たちは何人も誕生して世の中に話題をもたらしてきたわけですけれどもその成功の質を分析すると大抵二通りのパターンしか見つけることができません単にその人が個人的な天才なだけだったりあとは時代の流れをたまたまつかんだだけだったりつまり昭和時代のリーダーと 成功の質そのものは何一つとして変わっていないわけですね。天才っていうのは真のリーダーにはなりえません。なんでかというと、天才のお話は天才だからできるんでしょう。俺には関係ないよ。いくら天才だけがすごくても、あの人とは別格だと。自分のこととして誰も置き換えることっていうのはできないわけなんですね。尊敬や戦望の眼差しを送り続けて、憧れ続けることっていうのはできるかもしれないですけど、天才を見て、よし、俺も頑張ろうっていうには誰もならないんですね。 だから天才は僕の言うところの真のリーダーではないんですよ。時代の流れをつかんだ偶然の成功者も真のリーダーにはなり得ません。IT バブル、ネットバブル、仮想通貨バブル、ブームが発生しているときは、あの人の真似したら俺もできたと。俺もなあの人のように頑張るぞと。たくさんの人たちが背中についてきてくれるかもしれないんですけど、時代の流れが過ぎて、ブームが去った後っていうのは、偶然の成功者と,とともにみんなが下がっていってしまう。この場合も ちまたではリーダーっていうふうに言われていても天才も時代の流れを当てただけの偶然の成功者もどちらも本質的には昭和バブル時代のリーダーたちと全く変わってないわけなんですよで今年ね平成も終わって令和になりましたよねで令和の時代に求められる真のリーダーっていうのは天才でも一流でもなくてですね超二流のリーダーなんですねその代わりありとあらゆる場面で必然の成功をもたらすことができるリーダーです 昭和の時代も平成の時代も令和の時代もいつの時代も変わらずですね必然の成功だけを継続できるリーダーです就職転職活動サラリーマンの昇進独立企業のモノサービス情報ビジネス会社経営株式投資不動産投資恋愛夫婦関係子どもの教育学校の受験人間の活動の中でありとあらゆるシーンで成功の再現ができる真のリーダーです必然の成功には全て成功の根拠っていうのが存在しますんで その根拠や考え方を学ぶだけでですね、自分だけが必然の成功をつかみ取るではなくて、自分についてきてくれた方々にも伝承することで、必然の成功を再現させることができるはずなんですね。その探求の中、まあ、僕はですね、人生の中でようやくたどり着くことができました。必然の成功の方法を知っている、持っている真のリーダーですね。 まあそれが僕が大富豪ファーザーというお方ですよね社会人になって10万円持っていない人っていうのはまずいないと思うんですけれどもこの誰もが持てる10万円原資からのスタートで45年後の今目に見える現実があると昭和の時代平成の時代45年以上ただの一度も負けることなく生き残り続けているお方しかもビジネス投資何をやっても必ず成功するんですよね日本の東京日本の中枢ですねとも40年以上の密接なお付き合いが継続されていて でさらには日本国内だけではとどまらず、ですね、米国でも欧州でも中国でもビジネス投資で成功し続けていると。かと思えば、プライベートでは仲間たちと3週間もね、えー、タイにゴルフ旅行に行ったっきりだったり、僕も毎月一度、です、ね、大富豪ファーザーと一緒に旅に出て、えー、現地でいろいろと食事を楽しんだり、遊びを楽しんだりしているわけですけれども、そういうお金と時間と場所の自由があると。さらには奥様、お子様、お子 ご一族皆さんがすごすぎるレベル今回だけは成功したよっていう断片的なものではなくてずっとずっとこの成功し続けてるんですね何をやっても成功には幸せがセットになってないと意味がないんですけれどもどんなに優れた結果だけ出てもそれが不幸な日々だと意味がありませんよねお金あるけれども時間と場所の自由はないそういう不幸な億万長者もいますお金時間場所からの自由成功イコール幸せ幸せイコール成功これを全て実現できてしまってるんですね まさに僕がずっと追い求めていた真のリーダーです僕は幸運にもファーザーから直接必然の成功の秘密をですね学ばさせていただく機会をいただきました1年2年3年4年仲間たちと共にね、えー、学んできたわけですけれどもけれどもけれどもファーザーの必然の成功の秘密をね全てを解き明かすには僕には力量が足りなすぎたみたいなんですねファーザーに孔明電波つながってきたんじゃないかそういうふうに言われることもあるんですけれども 分かってる部分もあるんですけど分からない部分も多々あったでファーザーがあまりにも兄弟すぎて僕があまりにもピーナッツすぎるとその膨大な差を埋めるためにはファーザーの45年間を解読するためには行っあとは何年必要なんだろうか、まあ、そういうふうに、えー、途方に暮れたところそんな中でですね1年前の今日ですね僕には大きな転機が訪れましたそれはファーザーの背中を22年間以上見続けながら ご自身もビジネス、投資、プライベート、何をやっても必ず成功する、そういうファーザーのね、必然の成功を再現させてしまったお方、それがもう一人の真のリーダー、ファーザーの娘、婿さんにあたるマスター・ヒロさんですね。マスター・ヒロさんが中3の時に僕が中1、まあ、そのくらいの年齢差なんですけど、部活の最上級生と最下級生の年の差ほどなんですけれども、社会人になってから20年以上、普通のぬるま湯の世界で疲れ続けてきただけだった僕。 あのファーザーのもと、シュラの世界で22年以上活躍してこられたマスター・ヒロさん。この同じ20年ぐらいの、ね、期間ですけども、生きてきた質っていうのはあまりにも違いすぎますよね。まあ、社会人としてのこの生きてきた時間ですね。マスター・ヒロさんは、ファーザーの成功を再現させるための教科書ガイドを自力で作り上げてしまったんですね。この教科書ガイドっていうのは、非常にね、ノウハウを再現するために重要な単語になるんですけども、ファーザーがなんで成功できるのか。 なんで失敗とは無縁なのかなんで何をやっても成功だけを続けられるのか成功の秘訣って何なのかファーザーから真似できることとは真似できないこととは教科書ガイドに基づきマスターヒロさんより順番通りね丁寧に教わってみるとまず根本的に僕が見ていた視点っていうのが間違っていたことが分かったんですね。これではいつまでたってもファーザーの自然の成功の秘密をですね読み解くことっていうのはできるわけがなかったわけなんですよ。 けれどもこの教科書ガイドを通して要を抑えた上で真似できることを真似するだけでもですね普通ではない知らレベルの成功イコール幸せこれを再現できてしまうわけなんですねそうすると必然の成功は実在するそれをこの1年間で僕はリアルに体感してしまったわけですね僕だけではありません僕と同時期に教わり始めた仲間たちもまたですね転職出生独立企業経営投資 次から次へと必然の成功を再現させ始めることができてしまったわけなんですねまだ仲間たちも僕もマスター・ヒロさんの成功の質と比べれば不完全すぎる状態ですしあまりにもよちよちなね若葉マーク運転的な状態でもあるんですけれども今確信できることがありますこのままマスター・ヒロさんが授けてくださった教科書ガイドに基づいて2年3年ファーザー・マスター・ヒロさん真のリーダーのもとですね必然の成功の方法をぶれることなく学び続けることですね マスターヒロさんが体系化されたこの教科書ガイド通りに実践の練習ラウンドを丁寧に繰り返し続けることですね必然の成功っていうのは僕自身も再現できるさらには自分だけではなくて僕の背中についてきてくれた方々にも必然の成功を再現させることができる天才や超一流にはなれないしなろうともしないですけれども何をやっても必ず成功を再現できる超二流には誰でもなることができるんですね これを僕自身が体感してしまった瞬間ですね僕の夢や希望の一つが達成できる目標へとガチャリと重厚な音を立て,て変わってしまったわけなんですね次世代の日本を担う真のリーダー100人輩出すること令和元年初めての誕生日を迎えた僕はですねこれからいよいよこの目標の実現に向けて歩み始めることになりますその先に見えてくるのは真のリーダー100人それぞれが育成した真のリーダーが100人つまりですね近い将来 100×100 100 日本に1万人のシーンのリーダーが誕生すると。僕の絶望する世の中の在り方っていうのが夢や希望ではなく達成できる目標へと変わると。これが僕の代で実現できるのか、娘たちの代で実現できるのか、孫たちの代で実現できるのか。その部分はまだですね、今の僕には見えていない部分ですけれども、まずは未来を望遠鏡で眺めながら、日々顕微鏡を通して眼下のことに集中すると。まずは真のリーダー100人育成、夢や希望がですね。 達成できるものへと変わったばかりの目標を掲げて、令和元年ですね、43歳を全力で駆け抜けていきたいなと思うわけなんですね。